決めつけておたほのガング野郎日記動画をご覧の皆さんこんにちはおたほですいかがお過ごしでしょうか購入報告と雑談をやります <laughs> あ全国のガング野郎を集結せよい,やいかがお過ごしでしょうか <laughs> 僕たまに動画が出せない日とかあるんだけどいろいろ撮影中の場合が多いですなのであ あれ、オタファ元気ないのかなとか思わなくても安心してください。あの、僕はありがたいことに元気で <laughs>、体だけは元気でやっています。あなたもお元気でしょうかね。さあ、えっと、まずお話ししたいことがあって、毎年10月7日、もう過ぎちゃってるんだけども、この10月7日は、このオタファの、このチャンネルの解説日なんですね。なので、毎年、だから10年、11年、12年という感じで、黒字に白い文字で数字だけを、 のサムネイルにして、まあ、いつもね、あの、何年経ちましたっていう報告してたんだけど、えっとね、今年はちょっと忙しすぎて、忘れてたんだよね。で、今日気づいてびっくりしました。改めて、えっと、僕は YouTube でオータワーとして活動して、17年になります。<laughs> 17年すごい,い、なんか、すごい考え深いものがありますね。あの、ガングレビューとしては、ああ、10、 え、2012年だったから、もう12年経つのか。ガングレビューアーとして12年、ギターリストとして5年、こういろいろやってきたんだけど。ま、変わらずにね、え、また1年頑張ろうと思います。次こそはね。 えっと、10月7日ちょっと忘れないようにしたいなと思います。さあ、それで、あーあ、とね、他にもいろいろ雑談したいこといろいろあったんだけど、ボルテス5レガシーがついに日本で公開されましたね。本当は行きたいんだけど、早く行きたいんだけど、なかなかちょっと行けそうにないんだけど、近日行きたいなと思ってます。本当はできれば今日とか行きたいんだけどね。レイトショーとかちょっと見に行きたいんだけどね。うーん、なんか撮ってるかな で、あとは、えっと、ネットフリックスのガンダムですね。復讐のレクイエム。うん、この動画を,を見てるあなたは見ましたかね僕は、あの、見ました。感想して。面白かったですね。あの、むせるようなね。あの、すごいミリタリー感のある、うん、ガンダムで。いや、劇中に登場するあのガンダムがすごい、もう亡霊のような怖さがあって。あー、面白かったですね。何回も見たいなと思います。今、プレ版で、 超合金の予約開始されてるんだけど、やっぱ劇中の活躍見ると欲しくなっちゃうんだよな。<laughs> で、ここにはないんだけど、ハイグレードも予約してて、それがね、いつ届くかちょっとわかんないですね。まあ、届いたら組みたいなと思っています。さあ、届いたものどんどん見ていきましょう。まずはトランスフォーマー。えっとね、こっちのセデラックスクラスセンチネルプライム。これはね、一週間前に発売されたのが届いたのが昨日です。ちょっと発想が遅くなってたのかなと思いますね。 劇中でも非常に印象的なキャラクターですね。劇場版トランスフォーマー1のセンチネルプライムのデラックスクラスになります。それからこれは海外版ですね。スタジオシリーズの D16 ことメガトロンですね。メガトロンのスタジオシリーズになります。共に事前に触ったけど両方変形ギミックなかなかいいね。これも近日レビューするので楽しみにしててください。プラモデルもいくつか届いています。まずはモデロイド、イクシードライノス。 これちょっと前に届いたやつで、えっと、グランゾートの武者メタル。あれとほぼ、えっと、あれと同じに届いたかなイクシードライノスです。これは、勇気爆発、バーンブレイバンに登場する、えー、まあ、このリアルロボットですね。1話、あの、何の前情報もなく1話を見てたとき、あ、こういう系のロボットなのかなと思ったときに、あの1話ですごい衝撃的でしたね。<laughs> まあ、あの、劇中ではね、モッパラ・ブレイバンがすごく、まあ、主人公というか、花形なんだけどもね、こういった脇を固める、こういうロボットもいいですよね。これも、あの、近日組みたいなと思います。箱かなり、あの、シンプル。あの、少し薄い感じになってますね。それから、プレミアム・バンダイ。え、ドラグナーですね。ドラグナーの D3。ああもうこれめっちゃ好きなんだよね。で、僕、このサンライズ系のハイグレードあるよね。 ボトムズとか、あエルガイムとか、えー。もうあの辺ずっと積んでるから、もうそろそろ組まなきゃなと思ってんだよね。で、ドラグラーに関しては D1 が先に発売されてるんだけど、そっちまだ組んでないんだよな。これ最高ですね。あの僕は、まあ、これ電子戦に特化した機体なんだけど、メタルアーマーなんだけども、未だかつてこの D3 以降、ビジュアルでザ・電子戦っていうデザイン、 これ以外出てきてないなと思います。それぐらい本当にデザインが素晴らしいよね。このレドームが丸々頭部になってるっていう。めっちゃかっこよくて、すごい好きですね。さあそしてこれです。めっちゃ楽しみにしてたマスターグレードの F90 のクラスターガンダムです。これはね、僕にとって直撃なんだよね。あの、昔発売されたやつも組みました。あの、昔のキットはすごくオシャレになってて、ちょっと横向いてるんだよね。 あの、あれが帰ってきた。いやあ、これ、あの、あの、コアファイターのギミックがあって、かっこいいんだよね。ここ最近バンダイって、この100分の1スケールとかマスターグレードって、あの、結構消極的な印象があるんだけども、僕にとってもすごく久しぶりのマスターグレードですね。わあ、これさ、すげえ、子供の頃組んだわ。子供の頃というか、まあ、えっ、ー、とね。 ま、小学生か中学生ぐらいなんだけど、めっちゃ思い出がありますね。当時 BB 戦士とかね、SD 野郎だった僕が、ま、ちょっと背伸びしてリアルロボットとかを知り始めた頃ですね。今回新規の箱になってて、かっこいいですね。戦隊ロボ行きましょう。これさっき電気屋さんで買ってきました。あの特急王とエンジン王が、今 再び蘇る。デラックスロボユニバースという、えー、ブランドで、まあ、ここにはチャンネルにね、集まる皆さんならご存知だと思います。劇中にと、あの、ブンブンジャーにね、登場したんだよね、この2体がね。で、まあ、それに伴い、えー、新しくなって帰ってきたという感じですね。ちゃんと変形合体ができます。こういうリバイバルというのかな昔の戦隊ロボにまたスポットが当たるのいいですね。これもレビュー楽しみにしててください。さあ、あとはハイエジトイ。 アウェイクンスタジオ、ポーズプラスメタルヒートシリーズ、チェンジゲッターラボに登場するゲッター1ですね。これ自体は僕も予約してて、もう発売されてるんだけど、実はこれはアウェイクンスタジオさんからお預かりした、まあ、ほぼ商品版のサンプルになります。これに関してはもう撮影を始めてるので、早ければ今日、遅ければ明日には投稿します。 劇中のスタイルを再現。あとは稼働が素晴らしいですね。え豊富なエフェクトパーツなんかもついてきて。えっと、一番の見どころは、やっぱりこの全員集合。チームアップ。おそらくね、劇中に登場した全部のゲッターを出したいんじゃないかなと思いますね。えこのシリーズがスタートします。第1弾のゲッター1。事前に触ったけど、すごくいい出来ですね。さあ、そして最後は、超合金魂、50周年記念の 超伝次郎、コンバトラー V です。あの、昨今ね、あの、ボルテス5が巷で、えー、大きな賑わいを見せているんだけど、やっぱりコンバトラー V もかっこいいよね。で、このシリーズに関しては、えっ、えー、と、いわゆる母ちゃんですね。<laughs> 過去に僕もこの超合金生誕50周年記念のアイテムをやってるんだけど、ゴライオン、ボルテス5。そして今回の、コンバトラー V に、えっ、ー、と、次に控えてるのがゴールドライタンか。まあ、そのいくつかの、 シリーズの中の一つになりますね。部分的にシルバーだったところがメッキになっています。これは過去の商品の、えーまあ、リメイクアイテムになりますね。で、そのリメイク前の GX50 の方は僕もレビューしてるんで、まあ、いわゆる母ちゃんレビューになると思うんだけどね、どんな感じか見てみたいよね。他の、えー、同じ50周年記念の、えー、ボルテスとかと並べてみたいし、他の過去に発売されたコンバートラーと並べたりとか、変形型ギミックとか。 その辺ちょっと中心に見ていきましょう。以上、購入報告になります。改めて、えー、今年で18年目に突入したのか。まあ、変わらずにね、えー、ここに集まるあなたと一緒に、えー、楽しい時を一緒に過ごしたいなと思います。も,もう変わらずに日々をこうやっていきたいな。改めてこれからもよろしくお願いします。ここにあるものは順次レビューしていくので、どうぞ楽しみにしててください。 もしよかったらあなたも最近のニュースとかね。こんなの見たよ。あ、僕もボルテス見たよ。とか。あ、ネットフリックスのガンダム見たよ。とかね。あ、こないだ発売されたメカコレのリバイバルガンダム買ったよ。とかね。あ、なんかこんなので遊んでるとか。あ、こんなことに今熱中してるよ。とか。どんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。レビュー待っててください。お供でした。またねー。 の「ミッションをくいだせよ」「変化が赤い」「憧れてた」「夢のトランスフォー」「わ若さの君つき